膝の元お尻の境目がない。ここじゃなくてもお腹はずっとぽっこり。なんか骨盤が歪んでる気がするし、肩の高さも左右で違う。スマホやパソコンしてると、ついつい無意識に肩が上がって、すごい肩が凝って頭痛がする。開脚や前屈ももちろんできないし、腰痛持ち。ハイラッシュはそもそもできないし、やると膝や腰が痛くなる。どれか一つまでハマる方は、99% 股関節と背中周りの筋肉、硬いです。大人気のこの動画やったから、ハイラッシュストレッチやると、1回で使うので、ウエスト太ももメジャーを使ってビフォーアフター計測してみましょう。まずは右足前に出して、柔軟性チェックです。左手で右のつま先を触れるかやってみましょう。最低でもね、指先がつま先こうやって触れるぐらいまでいきたいです。皆さんどうでしょうか？無理しなくていいですからね。呼吸は止めないようにして、で理想はね、手で右のつま先つまめるぐらいがいいです。膝は曲がらないように右手で右の膝軽く押さえておいてもいいと思います。つかない人はね、無理せず呼吸止めないようにこうやって反動つけながらでいいです。やっていきましょう。ビフォーアフターで変化出ますので、楽しみにしててください。ふぅ。オッケー。逆足いきます。次、左足を伸ばします。で、右手で、左のつま先、触りに行きます。ふぅ。頑張りましょう。右の広背筋という背中の大きい筋肉伸ばしてます。なるべく膝は曲がらないようにしましょう。ふぅ。手がね、全然つま先つかないよって方も大丈夫です。僕もね、こっち側はつきません。左右差あって当たり前です。この広背筋っていうのは、人の体の中でね、一番面積が広い筋肉なので、で、腰からついてるのでね、腰痛にも腰肉にも、ウエスト周りのくびれ作りにもかなり関係してきます。一緒にね、柔らかくしていきましょう。OK。そしたら次、こんな感じで体の前で、足の裏合わせて、だいたいひし形になるようにしましょう。このまま体を前に倒します。これも柔軟性チェックです。これはお尻から腰にかけてですね、柔軟性をチェックしてます。理想はおでこが足につくといいですが、僕もつきません。皆さんどうでしょうか？いまいち伸びないよって方は、もうちょっと足を前に出したりとか、手前に引いたりとかして、こうお尻からね、腰にかけて伸びる角度探してみましょう。理想は足を手前に引いても前に出しても、もうおでこがね、床についたり足につくところまで行くのが理想です。これもね、一回変化出ますので楽しみにしててください。 OK。 そしたら次、お尻のストレッチやっていきます。こんな感じでですね、右足を前に出しましょう。そのまま正面に体を倒していきます。右のお尻、外もも、腰、このあたりですね、伸ばしてます。これもですね、おでこが床についたら理想ですが、僕はつきません。皆さんどうでしょうか？すごい体硬い方はね、もうこの時点でもうきついよってなってるかもしれないんですけど、大丈夫です。僕もかなりきついです。もうね、こうズボラストレッチっていうぐらいなんで、皆さんズボラだと思うんですけど、こうやって動画見ながらストレッチしてる時点でね、もうね、僕からしたらズボラじゃないんで素晴らしいです。最後までね、一緒に完走して変化を実感しましょう。オッケー。逆に行きましょう。左足をこんな感じ前に出していただいて、そのまま体真正面に倒していきます。左のお尻、外もも、腰にかけてですね、伸びる感覚あれば OK です。一番伸びてほしいのはお尻です。いまいちどこも伸びないよって方は、ちょっと足を手前に引いたりとか前に出したりとか、体をね、真正面じゃなくてちょっと左に倒したり右に倒したりして、あー、こうしたらお尻腰伸びるなーって位置探してみましょう。このお尻のストレッチはですね、僕がパートナーストレッチでお客様にかけても結構伸ばすの難しい部位なので、うまく伸びない方いると思いますが、いろいろね、角度試しながら伸びる位置一緒に探っていきましょう。 OK。 そしたら次、前屈です。足前に出して普通に前屈します。反動つけていいです。これも最低でも指先でつま先触れるぐらいは行ってほしい。僕はギリギリなんとか触れます。皆さんどうですか？理想はね、この手首がね、つま先ぐらいまで行くと良いと思います。反動つけていいですよ。どうしてもきつかったらね、多少こうやって膝曲がってもいいです。呼吸は止めないで。で、あんまりね、肩こんな風に力入りすぎないようにしましょうね、肩。脱力、力抜きながら反動つけて前屈していきましょう。呼吸は止めないで頑張って。ついてきてますか？オッケー。そしたらですね、次、右足を前に出したまま、なるべくね、股関節開く、こう開脚します。この状態で体正面に倒していきます。右の内ももをストレッチかけていきます。体真正面に倒して、内ももが伸びれば OK です。
つま先がね、こうやって前に倒れちゃう方もいると思うんですが、それでも OK です。が、真上向けた方が内ももに効いてきます。ふぅ、あくまでね、こう股関節とか、お尻、腰回りやってウエストを細くするっていう動画になってるんですが、足もね、やりますので、太もも痩せ、足痩せにもめちゃめちゃ効果的なので、ぜひね、全身気になる方やってみてください。オッケー、逆行きましょう。左足を前に出します。で、なるべく股関節を開きます。そのまま体真正面に倒していきましょう。左の内もも伸びる感覚あれば、OK です。つま先が前に倒れてもいいですが、なるべく上向けた方が内ももが伸びてきてね、効果的です。で、僕個人的におすすめなのが、結構ね、やっててきついじゃないですか。ね、ストレッチ。伸びて痛いし。だその時は、再生速度を YouTube 変えれますので、自分がやりやすい速度に調整したりとか、あとはね、各種目の最後の10秒サボる。そうするとね、だいぶ楽になります。なんでね、サボりながらでもいいので、最後まで一緒に頑張りましょう。OK。そしたら次、お尻のストレッチいきます。このあぐらみたいな状態から、右足を左、こっちに持っていきます。で、この右足をお腹にグッとつけます。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。どうでしょう、右のお尻伸びますか？どうしてもこのポーズできないよって方は、右足、この辺でもいいです。右のお尻伸ばすことが目的です。伸びてればそれで OK です。逆に頑張れる方は、右足をしっかりお腹にギュッと、手間にね、引きつけて、なるべくピンと姿勢を正すと、右のお尻伸びてくると思います。どうしても伸びないよって方は、いろんな角度試してみてほしいんですが、それでもできなかったらね、コメントで質問してください。OK。逆足行きましょう。左足を右こっちに持ってきます。で、この足をお腹にグッとつけます。左のお尻伸びてれば OK。なるべくピンとして垂らすとね、より伸びてきます。きつい人は左足が、この辺でもね、十分 OK。左のお尻伸ばすことが目的です。僕と同じポーズをすることが目的ではないです。左のお尻が伸びてれば、多少ね、ポーズかっこ悪くても全然 OK です。結構ね、ご家族でも、お腹周り気になるとか、腰痛の方いらっしゃると思うので、ぜひね、この動画を、下の共有ボタンからね、シェアしてあげていただければ、家族みんなでね、健康になれると思いますので、ぜひね、一緒に頑張りましょう。OK。そしたら、あぐら、正座、どちらでもいいです。楽な状態で座って、後頭部で手を組みましょう。で、このまま、ぐっと猫背を作って、おへそを覗き込む。ゆっくり反らせる。猫背作って、おへそ覗き込む。ゆっくり反らせる。繰り返していきましょう。おへそ覗き込む。ゆっくり反らせる。おへそ覗き込むときわざと猫背作ってくださいね。目線もおへそです。ゆっくり反らせる。呼吸止めないようにしましょう。どうでしょう、皆さんついてきてますか？きつかったら再生速度変えたりとか、各種目最後の10秒サボっていいですからね。よし、OK。そしたらまあ、あぐらでも正座でもどちらでもいいです。座った状態で、右手、右肘、床について、左手万歳します。左の脇の下、脇腹、伸びる感覚あれば、OK です。どうでしょう、伸びますか？左脇腹、脇の下。これもね、もうちょっと斜め前に伸ばしたり、真横に倒したりとかね、自分が伸びるなーって位置探してみましょう。で、よく質問いただくんですが、こっちのお尻、浮いても OK です。目的は脇腹、脇の下。伸ばすことなので伸びてれば OK。 誰かにね、この指先をぐーっと引っ張られてるイメージでやると伸びてきます。呼吸は止めないで。よし、 OK。 逆行きましょう。ついてきてますか？次、左手、左肘、床につきます。右手を上げます。誰かに指先をぐーっと引っ張られてるイメージ、脇腹、脇の下伸びる感覚ありますか？呼吸は止めないようにしましょう。個人的におすすめなのは、写真を撮ったりとか、メジャーを使ってウエストのビフォーアフター測ったりとか、太ももとかもね、同じです。写真撮影とメジャー測るっていうのはめちゃめちゃね、本気でダイエットしたい人には効果あります。なので、やってる人ほどね、効果あるので、ぜひ、試してみてください。OK。そしたら次、右足もう一回伸ばします。で、右足の方に向かって体を倒します。で、掴める人は右手で、右のつま先掴みましょう。
一番最初にやったね、左手で右のつま先つかむより、だいぶ難易度が低いと思います。裏もも膝の裏伸びてればOK。つかめないよーって人は、手をね、こうやって膝に添えて、体を前に倒すだけでも、裏もも膝の裏伸びてると思います。結構ね、ガチガチでできないよーって声もいただくんですけどね、そもそもね、この動画作ってる僕ができてないんで、大丈夫です。もう一緒にね、ゆるくやってればそのうちできるようになります。安心してください。呼吸だけ止めないでー。OK。逆行きましょう。左足前に出していただいて、左足の方に向かって体を倒します。で、左の裏もも膝の裏伸びる感覚があれば OK です。掴める人は左手でつま先掴みましょう。掴めない人はね、こうやって膝のあたりに手当てて、前に体を倒す。これだけでももちろん OK です。結構ね、こう、写真を撮るのもめんどくさいし、メジャーで測るのもめんどくさいじゃないですか。でもメジャーもね、100円ショップ行けば売ってるし、写真はね、洗面台とかで、歯磨く前に、ちょっとね、パッとお腹出して写真撮るだけでもいいので、やってみるとね、変化が分かって、おすすめです。よし、OK。そしたらですね、一回長座、足を伸ばして座って、手は床につきましょう。で、まず左足から大きく股関節を回します。ご自身から見て、時計回りですね。大きく股関節を時計回りに回します。スピードは重要ではないです。ゆっくり大きく普段動かさない範囲で動かすことが目的です。股関節ゴリゴリなるよーって方は、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある場合は、ゆっくり小さく痛みない範囲で回していただければと思います。呼吸は止めないようにして。で、どうしてもね、股関節ゴリゴリになるのが気になるよーって方は、股関節がポキポキなる、ゴリゴリなる方用の動画をね、概要欄貼ってますので、ぜひ試していただければと思います。OK。そしたら次、右足です。同じように回していくんですが、これはご自身から見て、反時計回りですね。時計回りと反対回りに回しましょう。こっちもスピードが目的ではないです。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で回すことが目的。呼吸は止めないようにして、痛みがある方は痛みない範囲で回していきましょう。で、この後からね、普段あまりやってない、ちょっと最新の種目も入ってますので、楽しみにしててください。あとね、前回の動画、一週間チャレンジ、コメントたくさんいただいてすごい良かったです。そんな感じでね、今回も一週間チャレンジ、皆さん参加していただければと思います。OK。そしたらまあ、あぐら、正座、長座、楽な状態で床に座っていただいて、手をね、真横に広げます。で、内、外にねじる。なるべく姿勢正したままねじる。これもスピード重要ではないです。普段動かさない範囲までしっかり内、外にねじる。ねじる。呼吸は止めないで。で、この時 NG パターンは、こうやって肩がすくんで肩が上がっちゃう人。こうするとね、もうここの筋トレになっちゃうんで、肩を上げない。どうしても肩上がっちゃう人は、ちょっと位置下げてもいいです。これぐらいでもいい。しっかり普段動かさない範囲で、内外にしっかりねじる。ねじる。ふぅ、ねじる。頑張って。よーし、OK。そしたら次、ストレス発散も兼ねてパンチします。まずじゃあ、左パンチした時は右を引く。右パンチした時は左を引く。ぐっと。パンチすることでこっちの背中が伸びて、手前に引くことで背中を使う。背中の伸び縮みさせてます。真正面に向かっていいですよ。ぐっとパンチ。パンチ。パンチしてない方の手は後ろにしっかり引く。肘を後ろにしっかり引く。前に出す方はしっかり伸ばしきる。呼吸は止めないで。なるべく姿勢正した方がいいです。頑張って。頑張れ頑張れ。ストレス溜まってる人はね、そのストレス、発散の意味も込めて強めにパンチしてもいいですが、無理だけしないように、しっかり伸ばしきる。引き切る。普段動かさない範囲で、動かす。OK。で、次も引き続き、あぐら、長座、正座、楽な状態で座って、セルフハグです。自分自身を手でこう、ハグする。ハグしながら、猫背を作る。で、逆にバッと手を広げて、ぐーっと胸を開く。セルフハグ。自分をハグして、背中丸める。ゆっくり手を広げて、ぐーっと胸を開く。ぎゅっと、ハグする。背中丸めて、反らせる。スピード重要じゃないですよ。普段動かさない範囲までしっかり、肩、腕、背中、動かしてます。反らせるラスト一回一緒に行きましょう。ギュッと、セルフハグして、ゆっくり、開く。よーし、OK。じゃちょっと休憩も兼ねて開脚します。行けるとこまで開脚しましょう。
無理な入りですね。そのままちょっとずつね、こうやって前に倒れましょう。もう休憩も兼ねてるんで、まあ痛気持ちいいぐらいで、そんな無理にね、ぎゅーっと開かなくてもいいです。これもね、一応理想をお伝えしておくと、120度ぐらい開いて、おでこが床につくのが理想ですが、僕は90度でですね、肘すら床につきません。さっきからね、メジャーを使って測りましょうとか、写真撮影しましょうって言うんですけど、何よりね、僕が誰よりもズボラでやってないっていうこのね、説得力のなさ、僕も来年から頑張ります。あー、しょっけ。そしたらですね、もう一回、あぐらとか正座とかで、こんな感じで楽に座って、ちょっと姿勢垂らして、で、肘90度に曲げて、しっかり脇締めましょう。その状態で、ぐっと手を外に開く。手を外に開く。脇は締めたままですよ。姿勢を垂らしておく。肩こうやって開いた時にね、ぐっと胸張って肩甲骨寄せるイメージ。脇締めといてくださいね。NG パターンはこうやって肩上がっちゃうと NG です。肩下げといて、こんな感じ。全くスピード重要じゃないですからね。脇締めたまましっかり外に広げる。あとですね、ズボラストレッチ、スマホで見る方が多いんですけど、パソコンとかね、テレビで見るのすごいおすすめです。オッケー。そしたら次はね、右足を伸ばして、で、なるべくこう、股関節開く。この状態で、体真正面に倒します。で、内もも伸びてくると思うんですが、その状態で、つま先上向ける、倒す、つま先上向ける、倒す。これ繰り返していきましょう。もうこの、イメージはね、股関節付け根から動かすイメージ。呼吸は止めないで。内もも伸びてれば OK ですよ。余裕がある人は、なるべく前に体倒した状態で、つま先上向ける。でね、パソコンは見方わかると思うんですけど、テレビで YouTube 見れるのって、まあ、テレビが新しいテレビだけ見れないっていうのもあるんですけど、やり方わかんないか出ると思うので、テレビで YouTube 見る方法、概要欄に一応貼っときますね。OK。逆足行きましょう。左足、伸ばして、で、股関節なるべく開く。で、体真正面に倒します。で、つま先を倒す、真上向ける。つま先倒す、上向ける。ふぅ。内もも伸びてれば OK。余裕ある人どんどん前に体倒しましょう。ふぅ。結局ね、ズボラなんで僕もスマホで見るの好きなんですけど、やっぱりテレビで見た方がね、例えば LINE とかね、電話で変な通知が入ったりとかしないし、間違って押して消えちゃったとか、早送りしちゃったとかもないので、基本的にはね、テレビが一番やりやすいんだと最近やっと気づきました。よーし、OK。でですね、最初にやった柔軟性チェック一緒にやってみましょう。こうやって足の裏合わせてひし形作ります。このまま正面に倒して、おでこが足についてほしい。僕はつかなかったんですが、もうちょっとでつきそうなところまで来ました。皆さんどうでしょう、変化出てますか？ぜひね、変わった、変わってない、少し進んだ、コメントでね、みんなでね、喜びも苦しみもね、共有して一緒に励ましながらズボラのみんなで頑張っていけたらと思います。反動つけながらでいいですからね。頑張って頑張って。呼吸だけ止めないで、ゆっくり前倒れて。よーし、オッケー。そしたらですね、次、右足を前に出して、左手で右のつま先掴みに行く。最初にやったやつですね。これ最初よりね、行きやすくなっててほしい。僕はギリギリ触れたのがちょっと余裕出たかな。一回で激変までいかないですけど、柔らかくなったってことぐらいはね、実感できればと思います。頑張りすぎてね、ぎっくり腰になったなんて言ったら元も子もないので、反動つけながらね、ゆるくでいいです。でね、さっきの YouTube をテレビで見る話なんですけど、うちのね、娘が、ジョージとか、お猿のジョージとか、あと最近だったらね、金婚西野さんの、プペルとかをね、YouTube で見るんですけど、それをね、簡単にテレビにつなげるツールをね、妻が買ってきたんで、それがめちゃめちゃいいのでね、概要欄貼っておきますので、ぜひ、見てみてください。やかしていきます。左足伸ばして、右手で左のつま先掴みに行きます。こっちが僕硬いですね。やっぱギリギリ触れたかな、触れなかったのが、なんとかギリギリ触れました。皆さんどうでしょうか、変化出てますか？ぜひね、前回の動画みたいに概要欄でみんなで1週間チャレンジ頑張れたらなと思います。1週間やるとね、もう目に見えて変化出ますので、ぜひね、コメント欄使って1週間チャレンジありようって書き込んでいただければと思います。で、物足りない方向けに、この股関節腰周りの追加のね、ストレッチ概要欄貼っておきますので、ぜひそちらも見ていただければと思います。あと、ツイッター、インスタもね、毎日更新してますので、ぜひフォローお願いします。
お疲れ様でした。皆さん、股関節周り柔らかくなったことが実感できたと思うんですが、この状態で本題の入らしいきます。まずはうつ伏せに寝て、スマホは顔の前に置いておきましょう。こんな感じでカエル足作ります。ひし形作るイメージで足の裏合わせましょう。で、見てほしいポイントは2つです。1つ目はお腹と膝が床についた状態で足の裏をつけることができるか、どうですか、できますか。この時膝や股関節の角度はだいたいこんな感じ、ひし形みたいになってれば OK です。もう1つ見てほしいポイントは骨盤と床の隙間に手が入るかどうか、ここですね。ここに手がスポッと入る方、反対側もやってみましょう。骨盤が歪んでる、もしくは股関節周りが硬い証です。ここに隙間がある方は痩せづらいので、今からのストレッチでビフォーアフター実感してみましょう。まずはかかとをお尻に近づけるイメージでパタパタ動かしていきましょう。ふう、かかとがお尻につかなくても OK です。できる限り近づけましょう。で、理想はこの裏ももとお尻のあたり、境目あたり触って、あ、動いてるな、この筋肉使ってるなって感覚があれば最高です。スピード勝負じゃないです。ゆっくりこの裏ももお尻の境目意識しながらかかとをお尻に近づけましょう。呼吸は止めないようにしましょう。ゆっくりでいいですよ。よし、 OK。 そしたら次は両手を耳の横に置きます。そのままぐーっと上半身を起こします。腹筋のストレッチです。腹筋伸びる感じありますか？いまいち伸びない方は顎をちょっと上に持ち上げると伸びてきます。逆に腰が痛いよって方はこんな感じで肘をついてちょっと顎持ち上げる、これだけでもね十分腹筋伸びると思います。腰が痛い方は絶対痛くない範囲でやりましょう。呼吸を止めないようにしましょう。お腹痩せできない人のほとんどは腹筋の柔軟性不足の方が多いです。なので、ね、しっかり腹筋もストレッチしていきましょう。ふー、 OK。 そしたら上半身こんな感じでべちゃっと寝かせたら、足を揃えた状態でお尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴ギュッと締める、緩める。これ繰り返していきましょう。お尻の穴ギュッと締める感覚わかりますか？ゆっくりでいいです。締める、緩める、締める、緩める。なるべくね膝同士つけてる方が効果的です。しっかりお尻の穴締めれてると内もももね使う感覚あるんじゃないかなと思います。で、いまいち感覚わからないよって方大丈夫です。一緒にね練習してるうちに分かるようになるので頑張りましょう。呼吸止めないようにしましょう。 OK。 次は上半身寝かせたまま左足を右こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここを伸ばします。肘は床につけたままつま先を向こうに向かってぐーっと伸ばすイメージ、ここが伸びれば OK です。腰が痛い方絶対無理しないでください。これいまいち伸びないよって方は一回戻してもう一度やってみましょう。で、つま先を誰かに引っ張られてるイメージでぐーっと向こうに伸ばすとここ伸びる感じがあると思います。呼吸止めないようにしましょう。うまく伸びない方ね、何度かやって練習してみましょう。OK、 逆いきます。上半身は寝かせたまま右足を左こっちに持ってきます。右のお腹の前面伸びる感覚ありますか？つま先を誰かに引っ張られてるイメージでやるとね、右のお腹伸びる感覚あると思います。呼吸止めないようにして、腰痛い方は絶対無理しないでください。きついな。で、この次の種目から上向きになりますので、枕ある方枕をねぜひ使った方が負担なくできると思います。で、スマホでやってる方はスマホを持ってそのまま上向きになりましょう。いきますよ。 OK、 上向きになりましょう。上向きになったら膝曲げた状態から膝同士離します。こんな感じです。で、外に開いてパタパタ動かしましょう。足の裏合わせれる人はね合わせておくといいと思います。これは休憩ストレッチなのでそんなに無理なくね痛みない範囲でパタパタと動かしましょう。こう足痩せできないとか反り腰気味の女性ではほとんどが内股だったりするので、しっかりね痛みない範囲でいいので外に開きましょう。呼吸は止めないで。
痛みない範囲でいいですからね。オッケー。そしたらこうやって膝曲げた状態で右足大きく回します。内から外に反時計回りですね、回しましょう。スピードは重要ではないです。普段動かさない範囲で大きく回すことがポイントです。股関節ゴリゴリ鳴るよって方は、痛みがなければそのまま大きく回して大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回しましょう。呼吸止めないようにしましょう。スピード勝負じゃないですからね。自分のペースでいいですよ。ゆっくり大きく普段動かさない範囲で頑張って。 OK。 次左足いきますよ。左足こんな感じ、内から外に、こっちは時計回りですね、回していきましょう。ゆっくり大きく回す。こっちも痛みある方は痛みない範囲でやりましょう。痛みない方はゆっくり大きく普段動かさない範囲で回していきましょう。よくね、これどっち回しか分かんないよって言われるんですけど、今は時計回りです。基本的に内から外に今回してるんですが、これ逆方向で回してしまったとしても回しちゃいけない方向ってないので安心してください。基本的にはね、僕と同じ方向で回していただければと思います。呼吸止めないようにしましょう。オッケー。そしたら次は膝曲げたまま足パカです。こんな感じです。開ききる閉じきる、開ききる閉じきる。これもスピード重要じゃないですよ。腰が痛い方は相手の方の手をこうやってお尻の下に入れるとだいぶね、腰への負担が減ります。逆にね、全然頑張れるよって人はしっかり開ききる、しっかり閉じきる、さらに前ももをお腹に近づける、こんな感じでやるとね、お腹にも効いてきます。ふうふう、腰痛い人無理しないで、きつかったらね、途中でサボりサボりやってもいいです。ふう、オッケー。そしたら次休憩ストレッチ、膝伸ばして肩幅よりちょっと広めに開きます。内外にしっかりねじっていきましょう。股関節付け根から動かすイメージです。これもスピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲で内外しっかり動かしていきましょう。呼吸を止めないで。腰が反って痛いよって方はこうやってね、膝曲げて左右に倒す、これだけでももちろんね OK です。呼吸止めないようにしましょう。もしね、わからないこととかあればコメントで気軽に質問してください。質問はね、返信するようにしてます。 OK。したら次はもう一回膝曲げて右足、さっきと反対、外から内に回していきます。これは今時計回りに回してます。さっきと同じく痛みがある方は痛みない範囲で回しましょう。痛みない方はゆっくり大きく普段動かさない範囲で回しましょう。スピード勝負じゃないですからね。でもしも僕のペースが速い遅いあれば、スマホの方はね、右上の点々のボタンから再生速度を調整することができます。速くしたり遅くしたり、自分のペースでね、やってあげるといいと思います。最後までね、完走することが大切な動画になってます。OK。次、左足いきます。これも外から内ですね。外から内。時計回りと反対ですね。反時計回りで回してます。さっきと逆方向ですね。呼吸止めないようにして、肩、腰、股関節、膝、痛みある方は痛みない範囲で行っていきましょう。よくね、なかなか習慣化できないっていう、そんな声もいただくんですけど、基本的にね、もうズボラストレッチはね、週1回でもね、十分習慣化できてると僕は思います。もう極端な話、月に1回でもいいと思います。何もしてなかった人が週に1回、月に1回運動するって僕はすごいことだと思います。その一歩がね、めちゃめちゃ大切です。OK。したら次、腰をねじります。左足を右、こっちに持ってきます。こんな感じです。左膝床につけて、左肩なるべく床に近づける。腰、お尻、背中伸びてれば OK です。筋トレではないので、無理にギューッと伸ばしてね、腰痛めちゃったなんて言ったら、元も子もないので、痛気持ちいいぐらいで腰、お尻、背中伸びてるなーって感じがいいと思います。膝は床につけて、左肩なるべく床に近づける。伸びますか？呼吸はね、止めないようにしましょう。よし、OK。反対いきますよ。皆さんついてきてますか？
右足を左こっちにねじります。で、右膝を床につけた状態で右肩なるべく床に近づける。腰、お尻、背中伸びてれば OK です。ふぅ、無理にギューって頑張らないでくださいね。ゆるーく腰、お尻、背中伸ばしていきましょう。ふぅ、呼吸止めないで。やっぱりね、なかなかね、1回で変化出ないって方、メジャーでね、太ももウエスト測ってない方多いです。100円ショップでメジャーあるのでね、ぜひ買ってみて、それで測ってみてください。本当に変化出ますので。ふぅ、で、この次の種目から右向きで横向きになるので、スマホ持って右向きになりますよ。よし、右向きになりましょう。スマホは顔の前にこんな感じで置いておきましょう。で、膝曲げてこの体勢作りましょう。そしたら膝と膝離す、膝と膝離す。膝はね、90度ぐらいでいいと思います。ふう、お尻の横、ここを使います。使う感覚ありますか？NG パターンはこうやって体が後ろに倒れちゃうと NG です。体は倒さずに膝だけ離す。これ意外とね、難しいですよね。こうやってお尻の横触って動いてるなーって感覚あればそれで OK です。呼吸止めないようにしましょう。しっかりここ意識してゆっくりでいいですよ。スピード勝負じゃないです。 OK。 そしたらこの右足を前に出しましょう。この左足真上に上げます。真上に上げる。このお尻の横使う感覚あれば OK です。ふう、上げる。前もも外もも多少使っても大丈夫です。お尻の横使ってる感覚あればそれで OK。 ふう、頑張ってゆっくり上げて。この下の右足はね、バランス取るために前出してます。ふう、右足をね、こうやって前に出しておかないとバランス崩れちゃうので、しっかりね、前に出しておきましょう。ふう、頑張って。ふう、次休憩ストレッチです。ラスト1回上げましょう。よし、 OK、 よく頑張った。そしたら右足そのまま左手で左足首をつかみます。左の前もものストレッチを行っていきます。伸びますか？いまいち伸びない方は後ろにぐーっと足引きましょう。ただ腰が反っちゃうと伸びないので、わざと猫背作るイメージです。腹筋ちょっと力入れて、わざと腰を丸めて猫背作りながら足を後ろに引くと左の前もも伸びます。ちょっとこの説明難しいので、僕が何言ってるか分かんないよって方大丈夫です。前ももが結論伸びればそれで OK です。あんまり肩ね、こう力入れすぎないように意識をしましょう。ふぅ、 OK。 次は、左足を前こうやって出した状態で、下の右足を持ち上げます。こんな感じ。右の内もも、ここです。使ってる感覚あれば OK です。呼吸止めないようにしましょう。きつい。ふぅ、しっかり右の内もも意識して。きついな。ふぅ、で、これね、この前の足がきついって声があったので、後ろについてもいいです。これでも OK。右の内もも、ここを使うのが目的です。スピードも目的じゃないですよ。ゆっくり右の内もも意識して行いましょう。ふぅ、頑張って。ラスト1回、上げましょう。しっかり上げる。OK。そしたらスマホ持って逆向きになりましょう。そしたら左向きに横向きになったら、スマホは顔の前に置きましょう。膝は90度に曲げておきましょう。こんな感じで膝同士離す。ふぅ、お尻の横、ここを使う感覚ありますか？ふぅ、スピード勝負じゃないですよ。お尻の横、ここを使うことが目的。ゆっくりでいいからしっかり膝同士離す。さっきも伝えましたが、 NG パターンはこれは NG です。これお尻使ってないですからね。ただ体倒してるだけになっちゃいます。体は固定して膝だけ離す。ふぅ、手でね、お尻の横触って、あー動いてるなって感覚あればバッチリです。ふぅ、 OK。 次、左足前に出します。この状態で右足を真上に投げる。お尻の横、ここを使いたいです。ふぅ、きつい。ふぅ、前もも外もも力入ってもいいですよ。メインはお尻の横です。ゆっくり自分のペースでいいです。きつかったらサボってもいいし、途中でね、再生速度変えてもいいです。無理しないで。ふぅ、そんなね、今日無理して頑張れるよりもね、ゆるーくサボりながら習慣化した方がね、よっぽど効果的なので頑張りましょう。ふぅ、頑張れ。ふぅ、ラスト1回 OK。 そしたら
左足はこのまま、右手で右足首掴みます。前もものストレッチです。前ももどうですか皆さん、伸びますか？ふぅ。いまいち伸びないよーって方は、このね、足を後ろにぐっと引きましょう。ただ腰が反っちゃうと逆効果なんで、腹筋はね、軽く力を入れて腰を丸めておく。右の前もも伸びてればそれで OK です。皆さんどうですか？ついてこれてますか？きつい方はね、再生速度調整したりしてください。で、再生速度、変え方わかんない方は概要欄にね、再生速度の変え方も貼っておきます。それでもわかんなかったらね、どんどんコメントで質問してください。OK。じゃあ次は右足を前に出します。これで左足を上げる。左の内ももを使う感覚あれば OK です。ふぅ、きつい。頑張ってこの内ももを使って。ふぅ、もしこの右足がきつい人、後ろにね、こうやって出してもいいです。目的は左の内もも使うことです。ふぅ、頑張って意識して、ゆっくり。きつい。頑張って。一回でね、本当に変化出るので最後まで頑張りましょう。で、この次の種目から、ちょっと体勢変わってね、うつ伏せになる前に、ちょっと四つん這いに一回だけなります。スマホは持ってね、四つん這いになりますよ。いきます。オッケー。そしたら次、四つん這いになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。こんな感じで、なるべく、膝同士を離す。股関節開く。この状態で、ちょっとお尻を後ろに引くと、内もも伸びる感じあると思います。ふぅ。膝がね、痛いよって方は、ベッドの上とかでやるとか、なんかね、マットを引くとかやってあげるといいと思います。内もも伸びてればそれで OK です。いまいち伸びない方は、なるべく膝同士を離すことと、お尻を後ろに引くこと。きついな。ふぅ。もうこの次の種目からね、うつ伏せなので安心してください。ちょっと頑張って。内もも伸びてれば OK。膝痛い人無理しないでー。OK。うつ伏せになりましょう。スマホは顔の前置いといて大丈夫です。そしたらですね、左足をこんな感じで外に出します。この体勢取れますか？大体こんな感じ。これで左足を浮かせる。できますか皆さん。こう、左足浮かせる。ふう。こうやってね、膝が痛い方はマットの上でやりましょう。ふう。こう。難しいですよね。これ股関節を内にねじってるんですけど、結構ね、できない方、特に女性は多いと思います。大丈夫です。練習すればね、できるようになります。これね、お尻のインナーマッスル使ってるんですけど、これできないとね、お尻ちっちゃくならないし、足細くならないんです。ちょっと練習しましょう。頑張って。膝はね、こんな感じで90度でいいと思います。できますか？ちょっと難しいかな？わかんなかったらコメントで質問してください。OK。逆いきます。右足をこうやって出して、右足浮かせる。ふぅ。だいたい膝90度でいいと思います。ふぅ。で、これね、これと同じ体勢できない方、例えば、こういう体勢でも、これでも OK です。股関節内ねじりが目的なので、こういう、こんな感じでもね、こんな位置でもいいです。自分ができる範囲でやりましょう。で、難しい方大丈夫。柔軟性ついて、練習したらね、ちょっとずつできるようになってきます。頑張りましょう。ふぅ、これでもう最後の種目、最後ね、一緒に柔軟性ついたか、チェックやってみましょう。OK、お疲れ様でした。ここまで、よく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。素晴らしい。この T シャツの通りね、明日から本気出して頑張りましょう。もし物足りないよとか、もっと早く痩せたいよって方は、概要欄に追加のストレッチ貼ってますので、ぜひこのまま続けてやってみてください。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。